皆さんこんこにちは機械系男子のです今回はですね、東野圭吾さんの秘密について、えー、こちらを紹介していきたいと思います。実はですね、この本を読み終えた直後に関しては僕はね、この本をすごい痛烈に批判しようと思ってたんですよ。こんな残酷なことはないっていうふうに、まあ、この本を批判しようとしたんですけども、まあ、ちょっとね、考えてみると もしかしたらこういう見方もできるんじゃないかってことでね、今となっては、まあ、意外とね、これは奥が深い物語だなって思ってるんですけども、ちょっとね、そうだとしたら、まあ、東野圭吾さんに対してね、ちょっとだけ書き立ってほしいっていうようなものもあったりとかして、そちらをね、今回お話ししていこうかなって思います。で、えー、今回ですね、この秘密を紹介するにあたって、まあ、ネタバレをね、完全にしちゃいます。ネタバレ完全にしちゃうのと、 ちょっとね、物語のね、あらすじもちゃんと喋っていきます。なので、まあ、まだこの本を読んでない方はですね、えー、この動画を見るのをやめた方がいいと思います。えー、今回の動画はで,ですね、ネタバレも、で、ストーリーもね、全部話していって、えー、その上でその上で、えー、皆さんはどう思いますかっていうのも考えてほしいですし、自分としてはもしこういう見方をするんだったら、こういう書き方をしてほしかったなっていうのをちょっと話していこうかなって思います。えそれでは紹介していきたいと思います。はい。 まずはですね、こちら、えー、東野恵子さんの秘密のですね、あらすじを、えー、紹介していきたいと思います。まあ、すごいざっくりと、えー、紹介していきたいと思いますね。でこの秘密っていう話に関しての、えー、登場人物がまず3人、まあ、3人どころじゃないんですけど、メインが3人いまして、えー、3人家族のお話なんですね。父親の平介と母直子、で、えー、一人娘のもなみっていうこの3人家族なんですけども、ある時ですね、母方の実家に帰るために、 母とモナミでですね、長野に帰るために、スキーバスを利用したんですね。ちょうどいいところまで行ってくれるんで、実家に帰るためにスキーバスを利用したんですよ。で、そのスキーバスがね、事故を起こしちゃうんですよ。崖から転落しちゃって。その事故によって、娘の体は無事だったと。で、それは、母親が身を挺して娘をかばったからで、母親の体は結構もう、ガラスの破片とかが刺さってて、結構ズタボロ状態だったんですよ。だから、母親の体は助からずに、娘の体だけが助かったと。 で娘はですね衝撃によって植物状態になっちゃったんですね意識不明の状態でそんな状態だったんですけどもある時目を覚ましたら、えー、娘の体なんだけども母親の意識がそこに入ってて、えー、体は娘なんだけども中身は母直子のものが入ってるっていうそ談な状態で,でそれを知ってるのは、えー、父平介だけの状態で旗から見れば父と娘の二人暮らしなんだけども、えー、実,実際には、えー、父と妻の直子の 二人の生活が始ままっていきますでそこからですね中盤に入っていくんですけどその事故が起こったのが娘がですね小学校5年生の時ですねそこから物語の中盤に入っていくんですけど小学校5年生から小学校卒業中学生でさらには高校生まで入っていくんですけどその中での話っていうのが、まあ、一人娘を持つ父のまあその気が気じゃないような嫉妬というかまあ実際には妻なんで、まあ、妻に対して嫉妬しちゃうっていうのは分かるんですよね高校生にもなれば、えー 娘に対して近づいてくる男がいるわけで、それに対して気が気じゃないっていうのはわかるんですけども、ちょっとね、エスカレートしちゃうんですね、父親が。娘の電話とかを盗聴とかしちゃったりとかして、娘のプライバシーを侵害しちゃうんですよ。で、それに対して、まあ、娘というか妻が怒って、だん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 二人の気持ちがすり減っていくんですね。まあ、それが中盤の話で。で、ある時ですね、父親がある人に出会って、考え方が変わるんですよ。それまでは、 まあ、娘の体だけども、中身は妻だから、え夫として妻を愛するのは当然だし、妻も夫のことを愛するのは当然だというふうに思ったんですけども、ある時考えが変わって、本当にそのこと、その人のことを愛しているのであれば、その人の幸せを願ってあげるのが、まあ、本当の愛だよっていうのを、そういうふうに考え方が変わって、つまりは、まあ、中身は直子だけども、直子がまた別の人を選んで、その人と幸せになろうとしたとしても、そのことに対して喜んであげるっていうのが、 まあ本当の愛の愛形だという,ふうに考え方が変わるんですねなのでまあその日を境に平助としては父親になることを徹するわけなんですよ。今まではやっぱ妻直子に対する接し方をしてきたのを本当に父親としての接し方に変えるんですね。でその日を境にまあ実はですね娘が生き返ってくるんですよ。娘の意識が戻ってきて、まあ、戻ってくると言ってもいきなりずっと戻ってくるわけじゃなくて。 最初は数時間ぐらいしか戻ってこなくて、えー、すぐ眠っちゃうと。で、眠って今度起き上がったら、妻はなおこの意識になったとっていう感じで、えー、娘の意識と母の意識が、まあ、変わるがある。抗体みたいな、共存しているような感じだったんですよ。で、えー、最初はですね、2週間に1回とか1週間に1回ぐらいしか、娘の意識が返ってこなかったんですけども、だんだんそのスパンが短くなっていくと。えー、3日に1回とか2日に1回って、 スパンが短くなっていってえ、さらに言うと、娘の意識が起きてる時間がですね、だんだん長くなっていくんですね。最初は1時間だったのが3時間、6時間っていうふうに、どんどん伸びていくんですよ。で、その伸びていった分、母親の意識が起きてる時間が短くなっていくという。まあ、そんな感じで、だん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 やっぱ娘の意識が起きてる時間が長くなっていくんですね。で、ある時ですね、母親が察して、娘に伝言を託すんですよ、えー。父に対しての伝言を託すんですね。えー、明日、おそらく明日を最後に、えー、母、直子の意識が完全に消えちゃうから、 明日、できれば初デートの場所に連れてってほしいとで。そこで別れを告げるってことを言うんですね。で、父もそれを了承して、初デートの場所に連れてって、そこで別れを告げるというふうな話なんです。で、それで完全に、娘の意識だけになって、母・直子の意識が完全に消えたというふうな感じで話が進んでいくんですね。でそこを一回区切りとして、そこからですね、一気に時間が飛ぶんですね。高校生の時に、母・直子の意識が完全に消えて、次ですね、 娘もなみの結婚式当日になるんです。そこまで時間が飛んで。で、その結婚式当日に、えー、父親がですね、あることを知っちゃうんですね。そのあることっていうのが、えー、今回、娘の結婚指輪に使ったのが、もともと直子の結婚指輪だと。その直子の結婚指輪を、えー、娘の指のサイズに合うように調整してもらって、娘の結婚指輪として使うということを知るわけなんですよ。で、そのことを父親は結婚式当日まで知らなくて、 父に対して隠してて隠たんですねでその結婚指輪を作り変えたっていうことを知って父親がですね、まあ、あることに気づくんですよそれで、えー、そんなはずはないっていうふうに父親が推測をするんですけどもこの結婚指輪が実はですね、えー、スキーバスのじ事故の日まで遡って娘の体だけど中身がなお妻の意識っていう状態になった時に、えー、妻と、えー、父平介の間で交わされたんですけどもこの結婚指輪を熊のぬいぐるみに隠そうと。 そこに縫い付けようってことになったんですね。キーバスの事故以来ですね。旗から見たら父と娘になったんですけども、えー、当人、当人からしたら、えー、まあ、夫と妻の関係で、まあ、その、えー、父と娘であることを演じ、演じきることを二人で決めたんですね。娘を演じるんだけども、中身は妻であることを忘れないように、妻の方の結婚指輪を、えー、まあ、隠すんですね。二人の秘密にして隠すんですよ。で、そのことを知ってるのが、なお子、妻の意識だけだから、 妻の直子と平助しかあの隠し場所を知らなくて、娘のモナミが結婚指輪のありかを知ってるのはおかしいってなるんですよ。で、もし仮に知ってたとしてもそれを作り返す必要がないし、えー、それを父に対してな黙っておく必要もないわけなんですよ。だからおかしいって父は思うんですね。で、えー、そこから父の推測が始まって、もしかしたら今のモナミも、ナ、えー、子の意識が生きてるんじゃないかっていうふうに思うんですね。まあ生きてるっていうか、直子の中身のまんまなんじゃないかって思うんですよ。 だから父親がですね新郎に対して頼むんですねお願いをさせてくれとで新郎も何でも引き受けますよって言って父親が提示したのが2発殴らせろっていうことで1、まあ、つはまあ娘を取っていく分だとで、もう1つはもう1人の分つまり自分の妻を取っていくんだから、まあ、幸せにしろよっていう意味,意味合いを込めて2発殴らせろっていうわけなんですねそれで物語が終わるわけなんですけどもでこれがですね簡単なストーリーの紹介で,でここからですね考察を踏まえてですね自分の感想を 話してていいこうかなって思いますはいそれですねさっき言った実は妻の意識がずっと生きてて、えーまあ、娘が生き返ったっていうのは全部演技だったというふうなことだとするとですね僕はこれに対してすごいこれを痛烈に批判したくなったんですよ一つはですね妻が夫を裏切ったというふうになるんですね、えー、夫以外の誰か他の人と結婚することを選んでそれをまあ隠してですね 娘を演じ切って結婚しに行くわけですから、まあ、夫を裏切ったということになると。で、もう一つは、これがね、僕はすごい残酷だって思ったのが、もし本当に、えー、妻直子の意識がずっと生きてた状態だったとしたら、娘もなみが本当にずっと死んだ、死んだことになっちゃうんですね。これを考えると、本当に娘が不憫で仕方なくて、嘘だとしても、やっぱ娘が生き返ったよって嘘をね、ついちゃいけないと思うんですよ。平介に対して。これがね、すごい残酷だって思って、 いや、これは母親としてないんじゃないかって僕は思って、この作品はね、これはないんじゃないかって思ったんですよ。だから、まあ、な子が演じてるだとしたら、まあ、な子だけは第二の人生を危うむし、夫は裏切るしでで、娘が生き返ったよって嘘もつくして、これはもうひどすぎるって僕は思ったんですね。この作品読んだ直後は。でももうちょっとよく考えてみて、もしかしたらこういう意味合いがあって、 妻直子が娘を演じきって、さらにはま結婚指輪を作り替えたんじゃないかというふうなことが言えるんじゃないかと思うので、ちょっとそちらをね、紹介していきたいと思います。はい、えー、それではですね、ここからね、妻直子の行動について考察をですね、紹介していきたいと思うんですけども、妻直子はですね、まあ、娘が生き返ったよっていう嘘をついたんですけども、まあ、父親をね、裏切るために演じきったんじゃなくて、もしかしたら、その、本当に、まあ演じきるというよりかはもうなりきるみたいな感じで、 母親としての直子の意識を完全に捨てて、まあ、娘になりきったつもりで娘の人生を歩んだんじゃないかなってことは要はですね、妻直子も悩んだ瞬間があるんですよね涙を流した瞬間があって妻方の母,母方の実家に帰った時に、まあ、親戚にすごい優しくしてもらったんですよで、えー、周りから見たら娘だけが生き,生き残って、まあ、母親が死んじゃって残念だったねっていう話ででも、まあ、娘だけがこんなに元気に育ってよかったよかったって 親戚の人が言うんだけどもそれを聞いてですね妻がすごい悲しくなるんですよ要は体は体は無事だったけどもその娘の意識を自分が乗っ取っちゃって母親が乗っ取っちゃってまあ娘が歩むべきだった歩むはずだった人生をまあ母親が歩んでしまって本当に申し訳ないってことを思うんですね母親がでそれに対してすごい涙を流す瞬間があるんですよでそれを思い立ってからなんですけどもやっぱり母親としてはですね中身は母親で もちろん平介の妻ではあるんだけどもでもやっぱこの体に自分の意識が宿ってる以上やっぱり娘として娘の人生を歩めなきゃいけないというふうに思って、えー、母親を殺してですね、まあ、天国で見てる娘に対して恥ずかしくないような誇らしく思えるような娘の人生を歩んでいきたいってそう思ったんじゃないかなって思うんですよね、まあ、つまりはですね娘だったらこういう人生を歩んだだろうなっていうまあ母親としての推測でしかないんだけどもこういう人生を歩んでほしいっていう思いも込めてですね 娘の人生を母親が代わりに作っていくようなそういう意志ですね、まあ、娘になりきったんじゃないかなって思ってだからですね指輪もわざわざ作り変えて娘の人生として娘が,、まあ、娘が選んだだろうなっていうような人と結婚して、まあ、娘の人生を歩んでいくんだけどもでもやっぱり自分は中身は平介の妻であるから平介の妻であることを忘れないために結婚指輪だけは作り変えて 心はしっかりと平助の方向いてるけども、まあ、娘の人生を歩むためにも自分は結婚していくっていうような、まあ、そういう道を選んだんじゃないかなって思って、これだったら、まあ、指輪を作り替えたことにも納得がいくと。で、まあ、そう思うんですけども、もし、えー、そうだとしたら、 もうちょっとだけ描写を追加してほしいって思ったのが人生の岐路について娘モナミが悩んでるシーンってのをちょのを追加してほしかったなって思うんですよ人生の要所要所要は大学に入るときとか、えー、結婚相手を選ぶときとかにモナミがですね、まあ、妻のナオコだけども、えー、悩んでるシーンが欲しかったんですよこれどういうことかっていうとナオコとしては娘になりきったつもりで娘の人生を歩んでるけどもやっぱり人生の要所要所で本当にこの人でいいのかなって思う瞬間があるとでそれに対して やっぱ天国の娘に聞きたいわけですよね。モナミだったらこの人を選んだだろうかとか、この道を選んだだろうかって悩むんですよ。そ,そういうね、悩む描写が欲しくて、なのでね、まあ、読んでる読者からしたらちょっと不自然に感じるんですよね。なんでそこで悩むんだろうって、普通にモナミの人生だから、モナミが好きな人と一緒に行ったらいいんじゃないって思うのに、わざわざ悩んでると。で、そういう描写があって、最後に指輪の真相が明らかにされたら、すべてはつながるんですよね。 なおこがモナミになりきっていたけども、やっぱり人,人生の岐路ではやっぱり悩むと、思い悩む瞬間があって、えー、娘だったらどういう選択をしたかなっていうのを母親として悩むと、やっぱり本人じゃないから悩んでしまうっていうシーンがあると、これがね、全部一気に繋がって、素晴らしいなって言えるような作品になったと思うんですよ。まあこんなね、一般人が、ね、しかも素人がね、まあ言うようなことじゃないけども、やっぱそういうね、悩む描写が欲しかったと。もしなおこがなりきってたとしたら。でそう でそういうのが分かってくると、えー、最後の秘密がですね、結構味が、味が生きてきてですね、娘モナミになりきってるナ子としては、えー、父平助の前ではモナミを演じきるというふうに決めたっていうその秘密と、で、えー、父親平助としたら、ある一件で指輪のことを知れちゃったけども、でもやっぱり直子がモナミとして生きていくことを決めたのであれば、それはやっぱり父親としてね、ナオコであることは知ってるけども、それはあえて明かさずにモナミとして接するっていう、そういう秘密を抱えるわけですよね。 お互いに対して秘密を抱えるんだけども、まあ、その秘密がちょっと噛み合ってないというか、まあ、娘としてはバレてないと思ってるし、父親としては、な、ま、お、あ、子であることを知ってるけども、それをやっぱあえて明かさないようにするっていう。二、まあ、人の、ね、愛情があるからこそなせる技っていうような、相手に対する信頼感があるからこそなせる技というか、あえて相手の本心をね、探るようなことをせずに、相手に対する信頼感を持って、お互いに秘密を守っていくっていう、 ま、これで物語が終わると、いや、すごいなっていう、夫婦の愛情があるがゆえになせる技だなっていう風な感じになるので、なので、そういう風に読み解けたとしたら、いや、これは素晴らしい作品だって思うんですよ。でもやっぱりね、ここに書いてあるだけだと、やっぱ、直子ひどすぎないかっていう風になっちゃうので、できればですね、なおこが演じきるんだけども、どっかで演じきれない部分っていうか、思い悩むシーンがあると、これはすごい感動する作品になったかなっていうのが、ま、僕の、 感想ですね。はい。えー、今回ですね、この秘密に対して、えー、自分のね、感想とか、あとは、もうちょっとこれがあったら、えー、素晴らしい作品になったんじゃないかっていうのをね、素人目線から、えー、ちょっと話させていただきました。まあ、ぜひですね、この、最後のシン、ラストシーンに関しては、結構、ね、意見が食い違うところがあるらしくて、まあ、ぜひ皆さんの意見も教えてほしいなって思います。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。